る。ムトツタルタリアの双剣クールタイムを例にする方法で、おなじみの私です。チャチャイレ役のヨウムです。今回は、このネタについての動画になります。はい、今回は回答祭の時にかなり出遅れたことを反省して、アップデートでクルウィンドブルーム祭までにやっておくべきこと、をいくつか紹介したいと思います。かなりアバウトな表現だね。思い浮かんだことを話すだけの動画になるからね、かなりアバウトな感じでよろしく頼むぜ。それでは紹介していきましょう。嫌な予感が続々するぜ。今受注可能な伝説任務はすべてやっておきましょう。回答祭の時に、任務かぶりでこちらの任務を優先させられので、せっかくウィンドブルーム祭やってるのに進行不能になる可能性があります。どう考えても優先と限定イベントの方が高いのに、運営はどうしてそっちを優先にしちゃったんだろうか。軍力各再建の任務を最初から最後までやらされると思わなかったよ。デートイベントで鍵が2ついるので4人分で合計8個いるので、任務の解放も計画的に。2日で1個だから全部解放にはストックなしで8日もかかるからね。設置アイテムの用意もお忘れなく、デートイベントは再受注可能で、さすがに不要だったお使いイベントは減らされてそうだけど、絶対にお使いイベントは存在しているので、最低1個は用意しておくといいかもね。モンドはワークポイントの密度が高めだけど、たまに変なところに人がいたりするからね。デートイベントは分岐するみたいな情報を見たので、ポケットワープあれば効率が良くなると思うよ。今から設置するとなるとかなり厳密な予想がいるんね。風取りの瓶も用意したいところだけど、これ作ってる人いるのかな。上限突破素材を10個も使って最低4回も無双風倒す必要あるの、やばいよね。ギミックをちゃんとしてほしいなら、どうしてウェンチを実装したんや。しかも欲しい層は大体初心者だから、無双倒すのが割と難関。樹脂120個使って作る価値はあるのか、あなたに問う RPG。 今回来るウェンチタルタリアあたりの素材の準備をお忘れなく。ロサリアの素材は知りません。気になる人はリークとか見ようね。素材とかって正直文字で見た方が早いので、動画見るよりおすすめだよ。マルチする人ならともかく、採取素材は足りなくなりがちだし、本に限っては日替わりだしね。ちなみに、ウェンチはセシリアスライムシブン、タルタリアは星ラファジュイ勲章自由だよ。とりあえず、タルタリアの素材は絶対に集めておきましょうと言っておきます。ほんと採取素材系は本当に大事です。ボス素材は樹脂割ればすぐに集められますからね。デートイベントやお使いイベントで特定の NPC の元へ訪れることになるかもしれません。その時、どんな NPC でどこにいる NPC か覚えておくといいことあるかもしれません。実際のデートとかでも下見ってかなり大事ですよね。まあ、無駄になったことというか残念なことの方が人生多かったけどね。今回は絶対にしておくべきことを4つ紹介したあっさり動画でした。もし、触れ忘れていることがあったらコメント、にて、指摘お願いします。一応、動画のネタも随時募集しております。自分だけの遊び、自分だけの楽しみ方をぜひコメントにて共有してください。それでは次回の動画にてお会いしましょう。